皆さんこんにちは茨城県オンラインスタディの時間ですこの動画は小学3年国語ゆうすげ村の小さな旅館うさぎの大根の2時間目です動画を止めて教科書とノートと国語辞典を用意しましょう用意ができたら動画をスタートしましょう 用意はできましたかでは始めます今日二時間目の目当てです一緒に読みましょう音読をして意味がわからない言葉の意味調べをしよう動画を止めて教科書を一回音読しましょう音読ができたらスタートしましょう音読は できましたかノートを開いて意味調べをした言葉と書きましょう意味を調べた言葉をノートに書きますユースを調べたらユースと書きますオカミを調べたらオカミと書きます意味調べをしたい言葉は例えばこんな言葉です 動画を止めて意味調べが終わったらスタートしましょう。意味調べはできましたか最後に寝室漢字10個のうち残りの5つを漢字スキルやドリルをドリルで練習しましょう。これでゆうす村の小さな旅館、うさぎの大根の2時間目は終わりです。